さて、そけしのココチャンネルです。今日はですね、なんと、なんと、企業案件の話が来ました。ついにやりました、そけしココチャンネル。始まって早9年ですか。まあ、まだまだね、若いチャンネルではあるんですけれども、まあ、一生懸命頑張ってきた甲斐もありまして、なんとね、企業案件の依頼が来たんですよ。これは非常に嬉しいです、皆さん。で、この案件を受けた理由なんですけれどもね、なんと本の紹介だったんですよ。しかもこの本ね、面白いだけではなくて、ビットコイン、つまりね、暗号通貨という最近よく入試で出てくるテーマが実は主たる内容になっている本だからです。だって皆さん、ビットコインだとか暗号通貨って聞いて、聞いたことあるな、だけど俺よく知らないって、そういう感じじゃない。そりゃそうですよ。高校生のうちはね、そんな大型な金融取引に入るなんてね、いつも株価をチェックしてるなんて、そんな人いないでしょ。まあ、ちなみに先生が働いていたかっての、まあ、大手予備校経営塾っていうところではね、とある先生がですね、ずっとこうね、株式投資をしてる先生がいて、もう常にこうね、スマホでこうね、休憩時間見てるんですよ。で、株価が上がるとめちゃくちゃテンションが高くなってね、次の時間の授業みんな頑張ろうってめちゃくちゃテンション高いんですよ。ところが株価が下がってると、それを見た瞬間にどうしようってこうなるから、次の時間ね、宿題やってないやつ、お前ら許さねえぞって、めちゃくちゃもう極端な二重人格だと生徒思ってたみたいですけどね。本当はあの先生ね、株式投資をしてたからテンションがこんなだったんですよ。まあ、とにかくね、大人になるとそういう金融商品に投資したりだとかね、そういったことは日常的に行うことになるかもしれません。でも高校生、まあ、あるいは中学生も含めてですね、そういった経済的な話だとか政治的な話だとか法律の話だとかね、まあ、いわゆるその大人が直面するような問題についてね、なかなかね、成熟した知見、あの思想というものを持ってる人って少ないんですよ。だからぜひとも知っておくべきというわけでですね、この話をぜひやりたいと思います。で、大学入試に実際に出てます。どれぐらい出てるのか、具体的にね、挙げるともうキリがありませんが、例えばですね、高知工科大学だとか、東海大学だとか、公立函館未来大学だとか、いわゆる暗号通貨の話っていうのは、バブル経済に関連した議論としてね、よく出てくるトピックなんですよ。さて、読んでる時にね、小論文でも、なんだったら英語長文なんかでもそうですよ。読んでる時にその内容についてある程度理解していたら、話の運び自体に、なるほど、そういう話ねって理解しやすいじゃないですか。でも知らないとなかなか理解はね、ちゃんとこの歩き出さないってことがあります。そこでキーワード解説の意味も含めて、まずはね、ブロックチェーン技術、つまりね、暗号通貨を支える背景の話をしたいと思います。さて、今回のこの暗号通貨ビットコインなんですけど、皆さん、いつこれが生まれたんだと、ある時なんか話題に出てきてね、なんか近所でビットコインでなんか偉くね、資産を形成した人いるらしいぜとか、ビットコインが暴落したらしいぞとかね、ニュースばかりが目の前を横切るかもしれませんけど、なんとこれ一番最初にね、始まったのは2008年10月。よく聞いてください。サトシ・ナカモトという謎の人物がインターネット上にアップした一本の論文がきっかけで生まれたって知ってましたか？で、このサトシ・ナカモト、名前は分かってるんですよ。名前は分かってるんだけど、これが誰、何者なのかってことはね、未だに謎なんですよ。いかにも名前はね、日本人みたく聞こえるじゃない。当然サトシ・ナカモトだからね、皆さんの中にも俺みたいなね、そう、同姓同名の人もいるかもしれませんけど、もちろん君じゃないですよ。だって作ってないでしょ、一本その論文アップしてないでしょ。これね、日本人かどうかも分かりません。あるいは男性か女性か、いわゆる年齢も社会的背景もね、何にもわからない謎の人物なんですよ。だけどしばらく経った後ね、実はビットコインの保有者であることの実は確認が取れてるみたいで、どうやら実在してると言われてるんですが、これがね、わからないんですよ。もしかしたらね、大きな企業、もう謎めいたですよ、企業、まあ、コンピューターの技術を、ね、開発するような企業がバックにあって、サトシ・ナカモトといわゆるニックネームでね、そういった暗号通貨の技術を論文としてアップした可能性すらあります。もう何にもわからないんですよ。不思議ですよね。で、この論文がなんとですね、投稿されてから約3ヶ月後、2009年1月、この中本氏の論文をもとにオープンソースのいわゆるソフトウェアが作られて、これをもとにビットコインが今に続く歴史が形成されていると言われています。通貨って、まあ簡単に言うとお金のことですけど、
僕らの考えるお金っていうのはね、お母さんお小遣いちょうだいみたいな、そういうのでしょ。なんか何千円かもらって、やったー手に入れた、要するに手に握ってそれ持って走ることもできるね。まあ走らなくていいけど、これっていうのはね、中央集権的な発行者、管理者がいるんですよ。例えば日本だったら、お金というかこれ日本銀行券という名前ですけどね、いずれにせよ、発行者がいて、でコントロールする主体があるんですよ。ところがね、この暗号通貨にはそういう中央集権的なコントロールする仕組みがないんですよ。非常に斬新です。つまり今一般的に受け入れられているにもかかわらず、暗号資産とはない、国とか中央銀行とかそういうね、誰かがこれを生み出すという発行元がないんですよ。ちょっとどこにあるの、どこにあるのと。なんとね、ネットの中なんですよ。いやいや、ネットの中ってそう考えるともうね、宝の山なのかもしれません。どういうふうに存在しているのかと言いますとね、ブロックチェーンというね、不思議な技術を使ってるんですよ。ブロックチェーン、かっこいいですね。使いたいですね、日常会話でも。でみんなでご飯食べてる時にね、お昼休み、今日お前のパン俺にもくれよ、じゃあお前のパン俺にくれよ、じゃあお前のパン、お前のパン、みんなでこう、じゃあみんなのパンにしようかみたいなね。これまるでブロックチェーンだねってね。まあ合ってるかどうかというと、また合ってないと思いますけどね。ブロックチェーンという技術っていうのはね、要するに世界中にみんな持ってるこのビットコインの保有者みんなで共通の帳簿になってるようなものと考えると、大体正しい認識らしいんですよ。みんなで同じ帳簿を持ってるとどうなるのかというとね、誰かの帳簿が突如ハッカーの侵入によって書き換えられると、そうするとさ、隣にいる俺の帳簿とずれてるぞ、さらに隣にいる俺の帳簿ともずれてるぞと、俺のとも違う、俺のとも、世界中のあらゆる帳簿を持ってる全ての帳簿に照らし合わせて、あいつのあれだけ変だぞっておかしなことができなくなります。つまり今までの仕組みとは全く違う金融資産が可能になるんですよ。こうしたサトシ仲本というね、謎の人物 X の構築した一つの考え方に端を発して一つの暗号通貨というものが生まれます。この暗号通貨というのはですね、誕生した一番最初からですね、最大発行枚数みたいなものが決まってるんですよ。いや、それはそうですよ。だって無限にこうつく生み出せたら、いずれ価格はインフレを起こしてね、一個一個のビットコインの値打ち価値みたいなのがどん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 こう目減りしていくじゃない。めちゃくちゃ貯めて貯めてね、人生最初にして最後のありがとうって言ってね、妻の手を握ってこうこの世を去っていくとね、そのありがとうって人生をかけたもうものすごく重いありがとうになりますよね。でも朝起きてありがとう、昼もありがとう、ありがとう、まあ素晴らしいけどね、それはそれで。だけど一言の重みみたいなものはあんまり言うとさ、ちょっと価値が目減りしますよね。これとね、実は似ています。どれぐらいの発行枚数なのかというと、なんと2100万枚って決められてるらしいんですよ。これなんで2100万枚なんだろうっていうのはね、これかなり難しいね、いろんなこう金融工学、数学的なね、理屈があるらしいんですよ。いずれにせよビットコインとは一番最初ね、2009年10月に1ビットコインが 0.07 円という価格だったらしいんですよ。 0.07 円ってなんだそれって思うでしょ。今そう思ったでしょ。そう思っててください。この後の話聞いてびっくりしますよ。 0.07 円、これちなみになんで 0.07 円なのかって言ったらね、このビットコインのマイニングにかかるいわばその電気代電気代から算出されてるらしいんですよ。0.07 円だったら、まあ、ちょっと買っときゃよかったなって先生思います。10円分とかさ、100円とかね、まあ、あるいは1000円ぐらいね、まあ、それぐらいだったら、まあ、なんか宝くじ買うよかってね、今なら思いますよ。なぜかこの後なんとですね、ビットコインはその後ですね、驚異的なとんでもない高騰を遂げます。でどうなるのかというと、2021年11月にはですね、1ビットコイン760万円に到達するんですよ。びっくりしたでしょ。結局そのビットコインはビットコインでこう上下度がいろいろありますから、まあ、なかなかね、金融資産としてそれに、まあ、ましてやその高校生の立場でね、手を出すってことはないと思いますけれども、投資そのものはね、何もいかがしい振る舞いではなくて、極めて健全なね、ポートフォリオといいます。経済学部でもね、きちんとしたら勉強する、当たり前の発想です。
ましてはこれからですね、人生100年時代と言われて、人間の平均寿命がどん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 右肩上がりに伸びてきてますからね。だけど皆さん、要するにこの動画をね見てくれてる皆さんが大人になる頃になるとね、もう人口のほとんどね3分の1とかね、あの人たちも100歳だよね、隣にいたら120歳だよとかね、もう本当そうなっていくんですよ。そうなると年金、いえ、自分でちゃんと資産を形成しておく必要がありますよね。そこでその、まあ、金融に対する考え方みたいなものはね、生きていくためにとてもとても切実で大切な発想になってきます。まあ、いわゆるこうした、暗号通貨というものもね、インターネットの中で取り交わされている通貨ということです。それで暗号通貨というんですけれどもね、でも非常に大事な考え方になってくるということは実は知っておくべきです。つまり現代文だとか小論文だとか英語だとかね、大学入試の現場でもこういうテーマがよく出てくるようになってるってことはじゃあ何を意味してるのかというと、ここから先たった5年とか10年、もう皆さんが大人と言われるような年齢に曲がりなりにもなったら、もうその時点ではですよ、もう当たり前なんですよ。そんなものはいくら持ってると、いやそんなに持ってないけどこれぐらいはちゃんと預金の中に組み込んでるよと、そういう時代になった時にね、暗号通貨、ビットコイン、芝居のコイン全然知らないやってなっちゃ困るでしょ。そこで極上のエンタメ小説を通してある知識を自分のものにしておく、これ大学入試対策も含めてね、意外といいこっからの過ごし方になると思います。さて、このビットコインなんですけど、ビットコインの話なんですけどね、今回の紹介するこの、本です。これタイトルはザ・サトシコードと、いやなかなか謎めいてますね。なんとかコードっていうタイトルはね、ダヴィンチコードってね、かつてねもう大流行した小説があって、先生も読んだんですけどね、あれを彷彿とする。で表紙にこう漫画がありますよね。これなんとね一巻なのかな、まだ、まだまだお話を続くみたいなんですよ。この中にあるのはね20章、20個のチャプターが入ってます。つまり1個の、まあ、章でそんなに話が長くないんだよね。つまり読むのにさほど時間かかりません。エンタメ時間っていうのはなんか勉強の合間にちょっと読むっていうのはね、あんまり時間かけちゃうとそれはそれでやっぱりね勉強時間削られるので、これなんかちょうどいいと思いますね。でページの間に差し挟まるイラストもねなかなか豊かで、まあなんか小説にまだまだね不慣れな人なんかはね非常に読みやすい文体でなかなか面白いと思いますね。で彼らがですね当たり前の日常生活の中を過ごすんですが、ひょんなことからね不思議な事件に巻き込まれるんですよ。ストーリーを全部語ってしまうとそれはそれでね、いわゆるネタバレというつまんないことになるので、そこはあえてね伏せておきたいんですけれども、その不思議な事件というのはですね、先ほどから言ってるこのサトシ・ナカモトというね、ビットコインの開発のきっかけになった一人の論文提案者、この人の謎に絡んでさまざまな不穏な事件が周囲に起こり始めます。この本の帯にも書いてありますよね、これすごいですよ。10年以上ね謎めいた人が姿を消してから、なんと今やこれね3兆円ですか、3兆円、3兆円以上の価値を持つコインになってるらしいんですよ。3兆円ですよ。これオリンピックを開催することができます。まあそれ言ってもピンとこないかもしれませんけど、だからねその金融資産の周りにはさまざまな欲望と人間がうごめくんですよ。そうしていろんな事件の中に絡み込まれていきます。サトシ・ナカモトという謎に迫るような不思議な迷宮の中を、作品の進行と同時に自分また同時に歩いてるかのようなね、壮大な謎解きゲームを味わえるね極上のエンタメの時間、これはですねぜひ皆さんね、ビットコインというテーマをまあなんだろうな、金融工学の専門書で読もうとしたらね、もうこれは死にそうになります。もうつまんないんですよ。僕もともとね推理小説が大好きだね、推理小説といえば先生一番最初ですね、江戸川乱歩シリーズのね少年探偵の明智小五郎というね、名探偵があるんですね。だとかモーリス・ルブランのねアルセン・ルパンシリーズだとかね、コナン・ドイルのシャーロック・ホームズだとかね、長ずるとね中学生ぐらいになるとねフレデリック・フォーサイズとかね、イギリスの推理小説家作家で素晴らしいんですよ。クライブ・カッスラーとかジェフリー・アーチャーとかね、もう数々の名作があります。夢中になって読みました。でそうしているうちにですね、特に小学校高学年ぐらいになると、もう将来就きたい職業はねもうだから影響を受けまくってたんでしょうね。名探偵か大泥棒か、これ全然真逆ですけどね、どっちかになろうと思ったんですよ。まあ今どっちでもないですけどね。いやそうやってね推理小説っていうのはね幼い頃からねさまざまな影響を受けましたけれども、
まあエンターテインメントの中でもね、なかなかいい時間だと思います。非日常でありながら、これから皆さんの生きる日常を味わえるという意味ではね、極めて刺激的な時間になります。まあ新しいテーマですね。ウラジミール・プロップだとか、例えばレヴィ・ストロースがね、語るような物語というものの原型パターン、プロップだったら31類型あるんですけどね、こういったものの中にかっちりはまっていながらね、今まで誰も手つかずだったいわゆる金融資産である暗号通貨というものを持ち込むというね、新しい手法なんですよ。新しい小説をこれから生きる皆さんに、でまた、小論文だとか現代文だとか何だったら英語でもよく出てくるテーマをですね、ぜひとも堪能するには超おすすめの一冊として皆さんに勧めたいと思います。魅惑的なキャラと、ひょんなことから起こる謎めいた事件と、そこにいつの間にか我知らず絡め取られ不穏な空気の中に入っていく、そういった非日常へのスムーズな移行とね、読みやすい文体とイラスト付きで書かれた一つの極上のエンタメ小説、今回はですね、ぜひ皆さんにおすすめだということで、動画でお話ししたかったんですよ。ザ・サトシコード、ぜひ手に持って楽しんでください。